ジェットブルー航空292便、緊急着陸事故は、2005年9月21日に、アメリカで、ジェットブルー航空が、国内定期便として運航していたエアバス A320 から232の全部主客に異常が発生し、緊急着陸を余儀なくされた事故である。事故機の A320 ニューヨークジョン、カイフェネディ国際空港域ジェットブルー航空292便、機体名。 キャニオンブルーは2005年9月21日午後3時17分にカリフォルニア州バーバンクのボブホープ空港を離陸した。離陸後マもなくして操縦士が降着装置を収納しようとレバーを引いたが降着装置を引き込むことができなかった。異常を察知した操縦士は近くにあるロングビーチ空港の管制塔に降着装置の 状態を目視で確認してもらったところ、全部の降着装置が進行方向に対して直角に曲がっていることが分かった。この事態に操縦士はすぐに着陸することが必要と考え、滑走路が長く近場だったロサンゼルス国際空港に緊急着陸することを決めた。機体が重いと損傷している全部のギアに負担がかかると考えた操縦士はバーバンク上空で、 しばらく飛行を続けて燃料を消費し機体の重量を減らすことにした。A320 は燃料投機システムを持たない。また機体全部をできるだけ軽くするために待機船海中に乗客と手荷物を機体後部に移動するなどの対策を取った。機内の各席には機内エンターテインメントシステムの液晶ディスプレイが設置されており、 乗客は自分たちが乗っている便が着陸するまでの様子を CNN のニュースで見ることができたという。しかし、これがかえって乗客の不安を煽ることになり、パニックが発生する寸前の事態になった。そのため、機長は独断で乗客の携帯電話の使用を許可した。しばらくして、重量を減らした292便は、ロサンゼルス国際空港への着陸体制に入った。空港には、 火災が発生した場合を想定した消防車と消防隊が配置されていた。ロサンゼルス国際空港の航空写真292便は滑走路25リットルに着陸した。滑走中に摩擦が原因で全部の降着装置から炎が上がったが、幸い機体には燃え移らず、午後6時20分に滑走路上で無事停止した。 全部硬着装置が設置するのをなるべく遅らせようと逆噴射は行わなかったため停止までの滑走距離は通常よりも長くかかり停止地点から滑走路の終端まではわずか300メートルほどしか残っていなかった停止後の前輪は滑走路との摩擦により半分近く平らに削り取られていた離陸した際にラグが破損式種の着陸装置が歪んだことにより エラーが発生し、搭載されていたブスキュシステムが前輪の角度を機械的に90度に固定した。NTSB は4つのアンチ、ローテーションラックスのうち2つが金属疲労により破損していたと報告している。その後、事故機は修理の後現役復帰し、現在もジェットブルー航空で運航されている。当該路線は現在も運航されているが292便の 便名は358便に変更された。ありがとうございます。